高田30度、どうもキリナです。はい、ということで今ですね、表参道に来ているんですけれども、ナオさんに連れてこられたんですよ。おはようございます。おはようございます。なんか、キリンさんってあんまりなんかハイブランドを持ってるイメージが全くなくって、はい、なんかそろそろ1個ぐらい持っといた方がいいんじゃないかなって思ったんですけど、まあ、確かに自分でね、ブランド作りたいって言ってるんだったら、やっぱりその一流のものを持っとけ的な。ここが最先端なんで、ファッションの、まあ、あともうすぐあのお誕生日じゃないですか。あ、優しい。そんなこと考えてくれてたんですね。まあ、自分へのご褒美みたいな感じで買うのどうかなと思ったんですけど、いやもうその心遣いがめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。普通に連れてきてハイブランド切り買わせるっていう謎なんだけど、確かに結構男気あふれる企画を買ってあげるわけでもなく、いやでもあれなんですよ、私値段見るとチキるんですよ。ハイブランド今日は値段見ないで買うのどうですか、はい、誕生日だし。確かに誕生日だし、それでいきましょう。じゃあということで、じゃあ値段も見ずにハイブランド買い物していきたいと思います。それではレッツラゴー。じゃあ行ってきます。すごいな、コートがすごいきらびやかですね。しか言ってないすごい、ちょっとお腹が痛くなってきたすいません、ありがとうございました。すぐ出ちゃったなんで買わないんですか一組に対してなんか一人担当みたいなのついて慌てふためきましたとりあえずちょっとあのブラブラしてこれだってやつに入りましょう。頑張ります、うん、いやお腹痛くなってきたな。やば、買わないと終われないんで。マジか。はい、サネル、サネルどうですか。ここちょっと寄りますか。ここ入るんですか。じゃあ行ってきます。このベルトめっちゃかわいい。かわいい。すごいな。はい。たまに1個持ってないんですか。チェーンバッグ。フルラのアマゾンの案件でもらった。シャネルのチェーンバッグ1個持ったからよ。シャネルのチェーンバッグ1個持っとくんですか。めっちゃ使いますよ。なんか友達の結婚式バイトとかは。確かに。それが使える。でもかわいいな。スカートがめっちゃかわいい。かわいい。すごい。ワンピースじゃないですか。めちゃめちゃ可愛いです。絶対似合うと思う。そんなこと言われたら試着しちゃいますよじゃあ一旦いろいろ見ましょう。いろいろ見て考えましょう。すみません、ありがとうございます。あ、なんかあの空気感すごいな続いてはこちらでございましょうか。サンローラ。サンローラ。たどり着きました。そうですね。いざなわれました。かっこいい大人の女性って感じ。確かに。イメージがある。じゃあ、行ってきたいと思います。はい。何かお探しのアイテムございませんか？特にないんですけど、ちょろっと見てもいい？はい、ありがとうございます。すごい。すごい。絶対折る。YSL っていう文字で作られたヒール。これ折れないの？すごいですね。折れないのとか。ちゃんとこの、はい、謎とかついてる形、はい、履きやすいんですよ。履きやすいんですか、これ。はい。あ、試着どうですか。一旦大丈夫です。ありがとうございます。ちょっと勇気が。あ、ビオールが見えてきましたよ。可愛いのいっぱいありますよ、ビオール。まあ、でも確かにビオールは可愛いし、うん、まだちょっと頑張れるかもしれない。頑張れるかもしれない。じゃあ続いてビオールに行ってみたいと思います。うわー。じゃあ入ります。わー、高そう。なんか置かれてる椅子でさえ可愛いんですけど、どういうことなんですかこれは。カバンにしようかな。いや、どのカバンにしようかな。めちゃめちゃ悩みますね。いっぱいあるから。あのトートバッグみたいなやつ可愛いね。トートバッグめっちゃ可愛いですね、はい、確かに旅行に行くときにめっちゃ良さそう、はい、どうしよう。行きますかこれは。あれにしますかじゃあじゃあこれお願いしてもいいですか。わい、買うんかこれを。
買い替え。いやーこれまだ怖いのは値段を何も知らないってことなんだよな。値段何も知らないでこれ書いてんだよな。怖いな。え？これ私のですか？これ私買ったんですか？はい。やば、こんな大きいディオールの袋を持ってんの生まれて初めてなんですけど、自分のねご褒美ということでちょっと誕生日にね今日は奮発しました。じゃあ後でちょっとあの開封してねどんなバッグを買ったのかみんなにお見せしたいと思います。はい、ということでね帰ってまいりました。全然実感湧かないんですけど、トゥルルルーン、でっかー、初めてですよ、こんな大きいディオールの袋を持ったのは。人生で本当に初めてです。そしてね、これ普通なのかもしれないですけれども、リボンがついております。かわいい。イエーイ。どんなバッグを買ったのかね、皆さんにお披露目しましょう。あ、なんかそれ紙に巻かれてます。はい、ということで、こんな感じのディオールのバッグを購入いたしました。初めて買ったけど、でもこれはね、なんかすごい便利そうだったんですよ。なんかたくさん物が入りそうでいいなと思って。結構ね、私、まあ YouTuber なんでパソコン持ち歩いたりとかね、するんですよ。で、そういう時に、この大きさのものがさ、もう入んないと話にならないから、いいなと思いました。お、ぴったり、ちょうどよく綺麗に入りますね。すご。こう、ギラギラ派手なデザインじゃないから、割とどんな格好でも持てそうなバッグなんで、大事にこれから使っていきたいと思います。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、良かったねとか、まあ、大事にしてねと思ってくれたら高評価よろしくお願いします。それでは、バイバーイ。